こんにちは。栃木県足利市インテリア&キルトショップレンガでキルト講師をしています。板橋ゆかです。街たっぷりのどっしりバッグの最終回です。前回で中袋がつきました。そうですね。いよいよ最後の仕立てをしたいと思います。今日の1番目の作業です。中袋の返し口をかがります。返し口こちらです。この小さい返し口から前回えいやーって感じで全部こう出してきて、ひっくり返した形で、今この状態です。で、縫い代をこうきれいに整えて、もう本当にガーって出しましたので、くたびれた感じになってますので、きれいにこう整えてあげて、でここを縦まつり、もしくはコの字かがり、はしごまつり、はい、そういったものでかがっていきます。縦まつりの場合は、すいません、こちらで今ここに色糸出てます。できれば中袋の生地の色に合わせた色糸を使うと目立ちません。ほんの少しこの出てる糸の上をすくってちょっと進んで、はい、これが縦まつりですね。この字かがり、はしごかがり、ちょっと縦まつり似てますが、最初こちら側に入れて少し進んでキュッと引いて、で今度は同じ位置、手前側に針を戻して先に進んでキュッと引いて、どちらでもいいと思います。はい、あんまり目立つ部分ではないんですけど、綺麗にかがって置くとどこから返したのかわからない感じになりますね。こういった形で返し口をかがります。今日の2番目の作業です。バッグの口を星止めで縫います。中表に、こちらの表側と中袋を、前回中袋に合わせて縫って返しただけの状態で置きますと、ここの口の部分がふかふかした感じ、時々こう中袋が見えてしまったりするような状態になっています。ちょっと今しつけで整えてしまったんですけども、はい、これしつけしないともっとこうペロンと中袋が見えてしまったりしますので、このジグザグの口部分、これを、表側から星止めで縫って形を整えましょう。はい、ここ本当にピンとしてた方が綺麗なので、で今ちょっとこの端から、すいません、いろいろと糸なので分かりづらいんですけど出しました。星止めはほんの少しだけ返し縫い、ほんの少しです、ほんの少し返し縫いをして先に進む、その繰り返しなんですけれども、今回はあくまでこの形を整えるための星止めなので、中袋の方には針目を出さないように綿まですくう形で留めていきます。ファスナーをつける時などにもこの星止めという縫い方でしっかり縫っていくんですけども、ほんの少しだけという形でこう進んでいきます。で実際に縫ったものがこちらです。やっぱりちょっと色糸でやったので分かりづらいと思うんですけど、ちょっとこうプツ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 っと縫った跡があるので、星止めしてあるのはちょっと分かりますか。これこの柄見づらいですね。はい、本当にあるかないか針目がちょっとプツプツプツっとあって、でこれで留めておくと裏生地がピロンとこう出てきたりすることなく、ピシッとこの角が決まった形になります。
ということで、口の部分のこのジグザグ表と裏それぞれを星止めで縫っておきます。今日の3番目の作業です。持ち手をつけて完成です。持ち手は出来合いのもの、こういった本革であったり、合皮革であったり、そういったちょっとテープ状のものであったり、お好きなものでいいと思います。そういったものをこのジグザグの山の部分につけていきます。で、出来合いの持ち手、結構こういった形でつける位置に穴が開いていることが多いので、ここを目安にキルト糸2本取りでしっかりとつけていきます。で、これが持ち手がつきましたら、お好みで中袋にポケットをつけて完成です。ここで今日のポイントです。バッグの口部分がピシッと仕上がるだけで印象が変わります。先ほど星止めしましょうということで、お伝えしましたけれども、今回は表側から星止めしてます。ものによっては本当に内側から表に響かないように星止めを少ししておくだけで、この口部分がピシッと仕上がって綺麗に出来上がります。なんか本当にそのちょっとした一手間でだいぶ印象変わりますので、ぜひ、バッグ作りの時にヒントにしていただけたらと思います。今後もこのような形でパッチワークキルトに関する情報や手作りに関する様々なことを発信していきますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。チクチク針仕事で癒されましょう。ハバハッピーキューティング。今回のまちたっぷりのどっしりバッグは、この大きさと、ちょっと前回も登場したこのでかいバッグのドデカ版も作りました。このドデカ版、ちょうど返し口からひっくり返すときはなんか巨大な小籠包と戦っているような気分になりました。